フィリピンですね、危なくない場所っていうとやっぱりマカティとか、ボニファシログローバルシティとかですね、オルティガスとかその辺のビジネス街かなとは思いますね。おすすめの地域でいうとやっぱりマカティとか、セブだとセブシティのまあアヤラ近くとかっていうのは結構安全だったりしますね。マニラも治安がいい場所っていうとやっぱり、そうですね、ボニファシオグローバルシティとか、マカティになるのかなと思いますね。レガスピービレッジのあたりとか結構安全ですね。夜でも女性が一人で歩けるぐらいの感じなので、まあ、セブで住みやすい地域っていうとやっぱりさっき言ったようにアヤラの近くですね。やっぱり家賃の高いっていうかですね、外国人が比較的多く住んでる場所っていうのは安全かなと思いますね。まあ、ダバオの場合はですね、ダバオシティは今まあデュテルテさんのおかげで安全になったので、まあ、日本人も住めるかなと思います。場所はただローカル地域を選ばないってことですね。あとやっぱり一戸建てなら必ずビレッジの中って